この前シャボン玉食うたばっかりやろ。なんかどっか行ってもうてん。長男何してんの。もうどうもやろね。久しぶりとさ。今日させてもらいます。お越しやす。どうも。お気に入りまに宣教させてもらいます。お得やで、見ててよ。どうも大きに。ようお越しやす。今日は何にしますか。悩むな。そうなんですか。無類の女好きの五兵衛が今度は江戸の吉原まで遊びに行ったっていう話や。でも絵師が描いた吉原の花魁がえらい美人やって、後先考えずに通行手形取って旅に出たらしい。ほんまかな。せやけどさすがのあの子は。そうね、最近の味方とし前の なんや、謝りもせんで。なっつってますね。どこ見てはるの。そこの旦那さん、ちょっと寄っていきませんか。いつまでも迷ってる場合とちゃいますよ。目移りしてる間に他に取られてしまいますね。ようこそいらっしゃいました、斉藤さん。随分な歓迎だな。俺の席がないようだが。ご心配なく、席は別の部屋に用意してあります。この座敷は今から血で汚れることになりますから。
天然理心流にご興味がおありのようで。ああ、だがただの好奇心だ。気にしないでくれ。理心流は江戸市営館のみに伝わる田舎流派、北新一刀流、新道無念流といった主流派とは違い、知っている者も少ないはず。何の真似だ。この男も沖田や長倉と同じ天然理心流の優秀な使い手です。今からこの男と殺し合っていただきたい。何だと。新選組の任務の大半は殺しです。その際、義理や情に流されて斬ることをためらえば、自分が相手に斬り殺されてしまう。私はあなたの心の弱さが心配なのです。だから真剣な殺し合いをして試させてもらいたい。たったそれだけのために殺し合いというのか。ええ、たったそれだけのことが重要なのです。新選組に入るためにはね。斉藤さん、この男に殺しへの躊躇はありません。あなたもそのおつもりで。やむを得ないようだな。ええ、どちらかが死ぬまで立ち会っていただきます。では。はじめ。
勝負はついた。こいつは死んだも同然だ。じゃないですか。どちらかが死ぬまで終わらないと。だがご安心ください。この男どちらにしても死ぬ予定だったんです。先日組から脱走を図りましてね、ハットにより処刑することになっていたんですよ。なんだと。ですがただ殺すよりあなたを試す道具に使えると思いましてね。彼も天然理心流の使い手でしたから。誰なんだその男は。総長兼三番隊隊長山並圭介。私にとっても市営官道場以来の友人です。彼にはもしあなたを殺すことができれば命だけは助けてやると言ってありましてね。ですからあなたは命がけで戦った山並に勝ったということになります。そうやって俺を試した目的は何だ。いや実はあなたに折り入って引き受けてもらいたい仕事がありましてね。何なんだそれは。この山並の穴、三番隊の隊長を引き受けてもらいたい。俺に隊長。さあ無粋な話はここまでだ。席を変えて新選組の未来について語り明かしませんか、斎藤はじめ君。天然理心流、覆面の男への唯一の手がかりを追い新選組への潜入を決意した龍馬。二番隊隊長長倉新八との激闘の末、龍馬は入隊に成功する。そしてついに姿を現す天然理心流を操る新選組の大幹部たち。事件の真相へ一歩近づいたかに見えた龍馬。そこへ現れた新選組副長土方歳三。この男が龍馬の人生を大きく動かす。
新選組三番隊隊長斎藤はじめ龍馬のもう一つの人生が今始まる。局長、局長は近藤局長は所用につき欠席です。またですか。今じゃ新選組も大使千人を抱える大組織、その頭が幹部会にろくに顔を出さないというのはいささか問題ですな。幹部会を通じて局長からの指示は私が伝えています。組の運営も極めて順調に進んでいる。それでも何か問題が、伊藤さん。今はそれでいいですがね、土方さん。これからもっと組は巨大になるでしょうし、派手な戦も起こるでしょう。そんな時に頭が目の前にいないというのは、参謀の私としては見逃せない事態なんですがね。いっそのこと新しい局長を決めるっちゅうのはどうです。どういう意味かな、鈴木君。いくらことが順調に進んでる言うても、一軍の将っちゅうのは兵に、何より敵に姿を晒し続けてこそ部下も己の命を張る気になるっちゅうもやないですか。強さこそが新選組の正義なんでしょ。なら隠れてこそこそやっとる人間より局長にふさわしい人物がおるやろって思いますがね。君の言うふさわしい人物というのは伊藤さんのことを指しているのかね。いや、そんなことは別に。そうか、私にはそう聞こえたが、伊藤さんのつてで隊長まで上り詰めた君のことだ。伊藤さんに恩義を感じるのは当然だが、発言には気をつけた方がいい。お気遣いどうも。新選組は近藤局長を中心に動きます。これまでも、そしてこれからもね。参謀の伊藤さんはどうぞ心配なく。わかりました。ま、局長には伊藤が心配してましたとお伝えくださいよ。伝えられるならの話ですが。どういう意味ですか。ああ、いや、これはあくまで噂ですがね、実は局長はとっくに死んでるんじゃないかって、そんな話があるんですよ。根も葉もない噂だ。そうでしょうな。私もそう思います。でもこんな噂が立つのも無理はないでしょう。ここしばらくの間で近藤局長に会ったことのある人間がどれだけいますかね。なんせ参謀の私ですら入隊時に一度お会いしたっきりですからね。局長の不在をいいことに、土方さんら元司令官の方々が
新選組を私物化しようとしている。なんて実にけしからんことを言うやつも出てくる始末で、いやいや実にけしからんですな。そんな状況なわけです。よろしく頼みますよ副長さん。もちろん。いつまで小難しい話してんねん。また遅刻か掃除。お前らのつまらん話聞くくらいなら寝とった方がよっぽどマシや。それより新隊長様はまだ来てへんのかいな。遅刻とはけしからんぬ。もうすぐ来るはずだ。来たな。こちらへ。掃除。ああ。はいはい。揃ったな。皆、三番隊隊長就任の件は聞いているな。斉藤君。三番隊隊長の斉藤はじめです。以後、お見知りおきを。三番隊隊長だ。こいつ昨日入隊したばかりだって話じゃねえか。そんな奴に隊長の座任せちまっていいんですかね。斉藤は俺と掃除が立ち会うて実力を認めた。それやったら不足なんか谷。ずいぶん肩を持つじゃねえか長倉さんよ。いくらもらったんだ。え、それとも女か。お前と一緒にすんなや、ゲスが。相変わらず堅物だね。俺たちは今をときめく新選組の隊長様だぜ。この立場を最大限利用しないでどうするんだよ。誰が三番隊隊長かなんてどうでもいいわ。要件済ましてさっさと切り上げてくれまんが、隊の訓練が控えとるんで。タイの訓練ね。何笑うとんねん、佐野助。いやいや、さすが甲州流軍学を治めた武田さんだ。変わった訓練してらっしゃる。この前もあんたんとこの大使が愚痴ってましたよ。隊長様の愛が怖いって。心も体も教育するんがわしの信条や。なんなら踊れも味わってみるか。幹部会だぞ。余計な口を開くな。佐野助、隊長のお前がそういう態度を取っているから十番隊は素行が悪いのだ。口を慎め。へいへい。新選組の小獣とが。斉藤君には明日から任務についてもらう。
松原君、その時に任務を一通り説明するように。なぜ私が。隊長になって日が浅い者同士、協力してやれ。失礼ながら副長、私もこの男がいきなり隊長というのは納得しておりません。私がどれだけの苦労をしてこの座に着いたか。松原君、私はお願いしているのではない、命令しているのだ。はいはい、じゃあ俺が教えますよ。こう見えて教えるのうまいんですよ俺。いいでしょ土方さん。東堂、ちっ、日和見だお前は。あは、ひどいな松原さん、助け舟出したのに。どうです土方さん。いいだろう。では斉藤君の件は平助に任せる。了解です。じゃあ明日。それともう一件、先般隊脱走の罪で身柄を捕らえられていた曹長兼三番隊隊長の山並圭介だが、昨晩大気に基づき切腹に処した。切腹。山並さん殺しちゃったんですか。どういうことすか副将。山並さんは俺ら司令官の仲間の一人だったじゃないですか。なのにどうして。俺らって佐之助さん司令官出身じゃないじゃないですか。いつから近藤派になったんですか。うるせえ。俺は何年も前に一度近藤さんの手ほどきを受けてんだ。心は司令官よ。とにかく隊を脱するを許さず、それが新選組の鉄の掟だ。山並はそれを承知した上で隊を離れた。だから殺したまでだ。1年前の芹沢鴨、平山五郎、平間重介の粛清しかり、ハットに例外はない。裏切りは死。ここにいる皆も肝に銘じておくことだな。我々の働きに幕府も信頼を寄せている。各隊さらなる働きを期待する。以上だ。いつもこんな調子や。局長の近藤がいないのもいつも通りか。ああ、いとも言うとったが、とっくに死んどるんやないかなんて噂が立つのもまあ無理ないわ。そうか。長い道のりになりそうだ。斉藤さん。お前は。東堂ですよ、東堂平助。仕事の説明は明日からじゃなかったのか。それとは別件でして。はい、これ。これは新選組名物、浅葱色の羽織です。
しかもこれは隊長のみが着用を許された隊長格仕様です。明日からこれ着てきてくださいね。隊長としてパリッとしてもらわないと。じゃあお疲れ様でした。自慢のエシナソ、いらっしゃいませ。また今度。
してくれや。見ていかんとぞんやで。どこまで行こうか。
ちょっと待て、逃げるな。何なんだ。お願いしますよ。そう言われましてもね、親御さんが事故で亡くなってかわいそうだとは思うけど、こっちも商売なんですよ。この子がいくら頑張ったって親御さんの借金100両払えるわけがないでしょ。だとしたらやっぱりあの家を売るしかないよ。それだけは。あの家は両親との思い出が詰まった大切な場所なんです。だったらどうやって払うってんだ。君みたいな若い娘があの大金を払うなんて、体でも売らなきゃ無理だぞ。とにかくこのまま払う当てが見つからないなら、予定通りあの家は売りに出させてもらうからね。そろそろ荷物をまとめておくように。それじゃ。やっぱりダメか。ごめんね、なんとかしてあげたいんだけれど。いいんです、神主さん。地主さんに掛け合ってくれてありがとうございました。いや、これくらい。君のご両親とは仲良くさせてもらってたからね、協力するのは当然だよ。しかし借金を払うわてか、そんなのないよな。どうしよう。おい、どうしたんだ、揉め事か。あ、斉藤。なるほどな。事故で死んだ親の借金100両を払う当てを探さないと、この子はこの家から追い出されてしまうと。うん、だけどこんな若い子を一人で路頭に迷わせるわけにはいかないじゃない。それにこの子にとってこの家は特別に大切な場所みたいだし。そうなのか。あ、はい。この家は事故で死んだ両親が残してくれた唯一の形見みたいなものなんです。私は生まれてからずっとこの家で育ってきました。うちは貧乏だったけど、お父さんもお母さんも優しくて、私すごく幸せでした。ここはそんな家族との思い出が詰まっている大切な場所なんです。両親が亡くなった今、
この家まで失ったら、私の大切なものも思い出も全部なくなっちゃう。それがすごく怖くて。それに両親の借金も元はといえば私のせいなんです。どういうことだ。私、幼い頃珍しい病気にかかってしまったんです。治すには高い薬が必要で、両親はそれを買うために借金を。だからうちの借金は両親のじゃないんです。私の借金なんです。私が病気にならなければ借金もなかったし、この家を失うこともなかったのに。それは違う。親が子供のために尽くすのは当たり前だ。それはお前の責任じゃない。それにお前がそんなことを言ってるのを知ったら、天国の親御さんたちも悲しむはずだ。自分を責めるのはよせ。事情は分かった。要はこの子の借金を払うあてができれば、この子はこの家を失わずに済むということだな。あ、うん、そうだけど、一つ頼みがある。この家を案内してもらえないか。え？あ、はい。ちょっと古いけど畑で野菜も作れるし、台所とかお風呂もちゃんとついてるからね。地主が欲しがるのもわかるでしょう。ああ、確かにな。俺も気に入った。よし、決めたぞ。え？決めたって何を？さっき言っていたよな、この子の借金を返す当てが欲しいと。ん？うん。なら俺がその当てになってやる。え？え？どういうこと？わからないのか。俺がこの子の借金を返すということだ。え？え？信じられない。そりゃありがたいけど、いいの？借金100両だよ。100文じゃないよ。ああ、だが俺もそこまでお人よしじゃない。条件が2つある。条件？ああ、1つ目の条件だが、この家は俺の別宅にさせてもらう。別宅？そうだ。たまにはこうした田舎でのんびりと自給自足の生活を送るのも悪くない。なるほど。確かに野菜作りや料理もできるから別宅には最適かもしれんね。もう一つの条件だが、お前には今まで通りこの家に住んでもらう。ことです。俺にはまだ今日の町でやらなければいけないことがたくさんある。ここで毎日過ごすことはできない。だからお前にはこの家に住み込みで家事や掃除をしてもらいたい。そうすればお前もこの家と離れずに住む。借金の苦しみからも解放される。なるほど。まあ俺みたいなむさ苦しい男と暮らさなきゃならんという新たな問題は発生するかな。ただ
悪い話ではないはずだ。どうする？本当にいいんですか？借金を肩代わりしてもらって、その上私もこの家で住ませていただくなんて。ああ、確かに少し高い買い物ではあるがな。俺も一応武士だ、二言はない。ありがとうございます。よろしくお願いします。決まりだな。やったー、よかったねー、よかったは。はい。そういえば自己紹介がまだだったな。俺は斉藤だ、お前は？遥かと言います。遥かか。じゃあこれからよろしくな、遥か。はい、よろしくお願いします、斉藤さん。豊作だ、大豊作だ。よしよしよし、
斉藤さん、いってらっしゃいませ。ああ、はるか、ちょっと出てくる。あ、はい、何とぞお気をつけて。硬いな。え、何がです？はるかの俺への態度だ。これから一緒に過ごすんだ。もっと気さくに接してくれて構わない。あ、はい、わかりました、斉藤さん。どうするか。ひとまずその斉藤さんという呼び方を変えてみるか。え？あ、はい。では、なんて呼べばいいでしょう。そうだな。はじめちゃん。はじめちゃん、ちょっと違和感を感じますね。逆に呼びにくいかも。そうか、まあ確かに。あだ名で呼ばれるのもいまいちピンとこないしな。となるとおじさんとかか。おじさん、確かに、なんかすごくしっくりきます。なんでだろう。まあ、もともと老け顔だからな。実際の年はまだおじさんというほどでもないが。あ、ごめんなさい、失礼でしたよね。いや、言い出したのは俺だし、構わん。お前が呼びやすければそれでいい。どうだ、呼びやすいか。はい、すごく呼びやすいです。ならそれでいい。これからはもっと打ち解けてくれ。じゃあ行ってくる。あ、はい。はいじゃない、うんでいいぞ。うん、行ってらっしゃいおじさん。3番隊隊長さん、意外とお早いお帰りどすな。ああ、今日は顔見せ程度だった。それにしてもほんまに入隊してしまうなんてな。それも隊長やなんて。これで宿代は一安心だな。何言うてんの。給料もらう前に死んでまう人なんていくらでもいてはるんやで。きっちりお代をいただくまでは油断できまへん。相変わらず金に細けえ女だ。それは？タイのハウルだ。明日から来ていく。ああ、アサギ色のあれやね。ほんなら竹直しといてあげるさかい。貸して。悪いな。気にせんといて、お代はちゃんといただきますさかい。おりょうちゃん。はーい。何ですか、おかみさん。この羽織、はじめさんが明日来てくから裾直しといてあげて。
お涼ちゃん、いやどす、いやって、お涼ちゃん、なんで私が人斬りの袖なんか直さなあかんの。人斬りってはじめさんやないの。そんなん関係ない。はじめさんも結局ただの人斬りや。お涼、人斬りなんて大嫌いや。ちょっとお涼ちゃん、あかんかったか。あいつどうかしたのか。あの子な、父親が幕府の役人に切られとるんよ。そうなのか。親御さん勤皇派の活動家やったらしくてな、それで人斬りってものに敏感になってもうたみたい。まして好きな人が人斬りになるのは耐えられんかったみたいやな。好き？お涼がお涼か。いや気づいてへんの？はあ、にっぷい男やね。お涼ちゃんも厄介なに惚れてもうたわ。あの子の様子見たらわかるやろ。いや俺にはそうは思えないか。こりゃほんま難儀やな。さあお涼ちゃんを探してきておくれやす。泣かせた女を追いかけるんは男の役目どすえ。そうは言っても一体どこに。鴨川とかちゃう。一人になりたい時は静かに川でも眺めたくなるもんやろ。鴨川か。まあ行ってみる。裸が見える。騙される人もたくさん。今日守るのが仕事ちゃうの。Yeah.
しゃいませ。おおきにね。はい、いらっしゃい。いかがですか。待てや。父親のことをお上から聞いた。そう。はじめさんはなんで新選組に入った？お金？偉くなりたい？それとも人を切りたいだけ？いや、どれでもない。せやったら、なんで？俺が新選組に入ったのは、ある人を探すためなんだ。人探し？ああ、俺はそいつをどうしても見つけなくちゃならない。それには新選組に入るしかなかった。はじめさんは人探しなんかのために新選組に入って大勢の罪もない人を斬るっていうの？確かに一番の目的は人探しだ。だが俺は三番隊の隊長というそれなりに影響力のある立場を任された。この立場なら新選組が無用に人を殺すのを防げるかもしれない。少なくとも三番隊くらいはね。新選組が人を殺さないように。それでお前のおやっさんが生き返るわけじゃないかな。でも私みたいな目に遭う人はかもしれん。ああ、そうなるといいと思ってる。さあ、もう店に帰れ。おかみも心配してた。
さん。ん？ありがとう。Come on!
もう一息だったのに。おかえり、ヤス。お寮はもう戻ったか。ええ、はじめさん、意外と女の扱いがうまいんですな。ちょっと見直しました。俺はあんたにうまく使われたみたいだけどな。さあどうやろ。あ、そうや、はじめさんが出かけてる間にね、あんたに会いたいって人が来たんやったわ。
俺に？どんなやつだ？どんなって言われても、ただちょっと土佐なまりのあるお侍さんやったね。土佐の？でな、その人清水寺で待ってるって言うてはった。清水寺に？そう、そもそもいつ帰ってくるかわからへんって言うたんやけどね、構わへんからそう伝えてくれって。それにしてもあんたにお客さんなんて珍しいわ。これも体調効果やろっか。さあな。わかった、ちょっと行ってくる。